どうもサクサクミルク赤崎です。メンズ赤星です。カジだぜ、お願いします。さあ今回はですね、ラーメン屋仙台、はい、横浜駅西口店に行ってまいりました。お願いします。家系ですね、今回 ね、 はい、2店舗目ですね。なるほど。はい、 JR 横浜駅西口から徒歩1分ですね。めちゃ近い。そうなんですよ、ね、横浜駅ね、あの地下道が通ってますから、はいはい、地下道を出たらあの、まあ、最短で3秒で行けるんじゃないかってい そういうこと説もあるぐらい近いですけども、横浜駅ね、やっぱり吉村屋のイメージがありますけど、はいはい、総本山、はい、こちらにね参入したんですよ。もともとね鶴ヶ峰の方である名店なんですけど、横浜駅の方に参入しましたで、ね、激戦区になってきました、ね、でタッチパネル方式ですね、食券機が。で、あの太麺と細麺が選べるんですよ。ああそうなんだ。はい、珍しく、なんで細レアですよね、うん、でトッピングも豊富ですから、はいはいはい、いろんな形バリエーション豊富な家系が楽しめます、はいはい、楽しい、はい、醤油だけじゃないですからね、塩とか味噌もあります、ね、ああそっかそっか、そうなんですよ。で今回僕はまあオーソドックスにね、醤油豚骨ラーメン、ね、並太麺で麺はね、今回普通でいきました。あ、普通でデフォルトでいきましたね。はいはいはい、でライスが150円でついております。はいはい、はい、店内がめちゃめちゃ綺麗なんですよ。はい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 、で店員さんもお若い感じでね。あーなるほど、はい、素晴らしい。女性にもやっぱり人気、素晴らしいですよ、本当に。あ、じゃあね、いきましょう。まずスープから、はいはい、きました、吸っていきましょうね。こちらね、7種の柄を炊いたスープ。おー、うん、でね、あの麺だれにきびなごを使ってるんですよ。きびなご、あのこの仙台っていう名前がですね、あの元々鹿児島の仙台という地域が取っているということで、はいはいはい、店主の方の給油 の、 あの漁港から直接きびなごを仕入れていると。なるほどね。そうなんです、漁師の方からね。そうなんですよ、はい、で麺はですね、やや平打ちの麺で、平打ち麺でね、はい、すいませんちょっとね、平打ちものすごいスープが絡むんですよ、これが。あ、なるほどね、はい、でマスターが修行時代に通い詰めてた丸山製麺所 の、 あの製麺機がちょっと壊れていたんですよ、はいはい、そこから偶然にも生まれた麺ということでね。なるほどなるほど、はい、うん、こちらね、例えるならテクノサウンドでおなじみの TV303、はあ、はい、これで DJ ピエールというDJ がですね、シカゴ、はい、シカゴの DJ ピエールが壊れかけていった TV303 をいじっていたら、アシッドハウスとね呼ばれる奇怪なサウンドが生まれたかのようにね。まあ熱くなっちゃったけども、それはかっこいいかよ、なんですか、うん、嘘でしょ、テクノ色がアシッドサウンド、はい、ほろっとしたチャーシューね、はい、チャーシューがもう引き裂かれた。麺がめちゃめちゃ多いですよこれ、はいはいはい、はい、麺もスープもね、もう2倍、2倍までか、1.5倍、20% らしいけど、あ、1.5 倍じゃなかったですね、すいませんとにかくね、これ中盛り頼んじゃったのかなってぐらいの、あ、なるほど、錯覚するぐらいの量ですね。実験自体はすごい多いと、めちゃめちゃ多いですね、はい、でまあ、ニンニク入れてきましてね、味にしますよ、本当に。まあ、今回のニンニクのみでしたけども、まあ、いろんな調味料ありますので。あ、確かにね、はい、魚粉とかもあるんですよ。あ、魚粉もあるの。魚粉もあります、これ次回試してみたいと思いますね。でライスにニンニクと、はいはい、まあ、胡椒ですね。これうまい食べ方ですね。ヤバン村、そう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 、家系の。でスープぶっかけますわ、これは。ライスにも味変するんですね。もちろんです、もちろんです、あ、自家製唐辛子もあります。まあこれはね、気持ち程度、気持ち程度、まんまりな、かけすぎると味変わりすぎちゃいますからね、やっぱりね、はい、で、まずはスープを浸して食べていきますよ。綺麗に食べてますね。綺麗に食べていきます、今回は。まあ綺麗に食べていくっていうか、あの食べてるところただ映してないだけですねカットで、でかいですね、カットで。意識したんすか、そこ、はい、あの、映さないのが一番なんだなっていう食べ方を綺麗にするとかじゃなくて、マジか、映さないのが。食べてる、美味しそうに食べてるとこ見たいんじゃないあの、汚ねえから自分で、自分で。あ、でも、綺麗に完食しました。あ、まあまあまあ、そうね、はい、めちゃめちゃ美味しかった。歯医者行くまではね、ちょっとこういう感じもありかもしれないね。そうですね、はい、まあまあ、こういった画角の YouTuber の方もいらっしゃる。あ、なるほど、なるほど、はい、はい、で、家系戦闘力は 84.166 166という、ね、はい、めちゃめちゃ多数ですけども。あ、こんなお店横浜にあったんだね。はい、そうなんですよ。横浜はそういう店ばっかり。いや、でもやっぱ、まあ、けどやっぱ吉村屋のなんか一人勝ち的なところもあったと思うんですけど、まあ仙台はじめいろいろな家系ラーメン屋が今横浜駅の近くに参入してますので、もう選び放題ですね。俺、あの正直、うん、家系って全部一緒だと思ってたんですけど、はい、あ、これ見ると違います。いや、違います、まあ、吉村屋が濃い醤油が強いスープに対して、これ仙台はもうなんか濃厚クリーミーというか、あ、全然違う、はい、なんで同じ家系でもバリエーション豊富な楽しみ方ができるということで、はい、まあ、ここを2店舗目に選んだということですね。そうですね、はい、おー、なんで仙台含め
DJ ピエールの件もぜひ。その DJ ピエールのせいで味がちょっと分かんなくなっちゃった。追ってみてください。アシッドハウスと。アシッドハウス、聞き覚えがない言葉が。ぜひともよろしくお願いします。ありがとうございます。ごちそうさまでした。うっはばば。Thank you.